まずその走る前の大前提として3つポイントがあります、はい、その中の1つが人と比べないということですね。他人と比べない、なのでまあ目標タイムがある程度同じなので一緒にこう切磋琢磨しながらライバル意識を持って頑張って走るのもまあいいんですけど、やっぱり最初のうちは人と比べすぎてしまうと、やっぱり同じ日にスタートして同じような練習して同じことやってるのにどうしても差が出てしまうっていうのは、やっぱりスタート地点がそれぞれ皆さん違いますから、そこを頑張ってね、無理して相手に合わせてしまうと、怪我ですね、怪我だったり故障につながったりするので、まずは人と比べないようにして自分のペースでできることをコツコツと続けていくようにしてください。で、2つ目はやっぱり健康じゃないと意味ないですから、健康になるための、大前提として、やっぱり適度な運動、あとは休養、あとは栄養ですね、なのでその3つのバランスをしっかりとるようにして、頑張りすぎないということがポイントになります。で、続いてはランニングシューズを今ね履いていただいてますけれども、はい、これまずは今日はこの走る時のシューズの履き方からお伝えしたいと思います。はい、意識したことないね、履き方なんてね。履き方ですか。はい、一旦、ね、間違ってるわけじゃないんですけど、一旦ちょっと小学校の時母親からこのように習いましたなのでまあ、ね、私たちも大人なのであんまりないとは思いますけど、はい、靴の紐を脱いだり結んだままもう脱いだり履いたりするっていうのはもう絶対良くない、もう全くダメですので、それはちょっと避けていただきたいっていうのと、はい、よく子どもの頃は、はい、もう足をもう入れてもうトントンってもうつま先の方を合わせてもうバーッと走りに行っちゃうんですけど、やっぱりランニングシューズっていうのはかかと合わせないとダメですから、かかとをしっかりまず最初にトントンと合わせていただく、はいはい。4時間切るぞ。すごい、すがすがしいですよ。大学って走ると気持ちいいとかね。本当に東京マラソンが一般枠中止となった時にはですね、そこに向けて私たちいろいろ特訓してきました。で、その成果を、ぜひですね、ご覧いただきたい。私たちの挑戦までの過程というのをですね、引き続きご覧いただきたいと思います。